待たせたな。頭を冷やしてきたぜ。それでわらわとお師匠様の愉快痛快爽快大喝采の素敵ファンタジーバトルへの回答は出たのかい？あんなのファンタジー以外じゃ説明不能だろう。お嬢様、さっき親切で上品にするとお誓いになられたばかりですよ。バトラの顔を見てるとついつい上機嫌になってしまうものでな。ほれほれほれ、それでバトラ、さっきの戦いだがどういう反応を示してみせるよ。バトル？何があったって？何？このバラ庭園のどこに、お前らがニョキニョキ生やした塔が、槍が、どこに転がってんだ？ねえじゃないか。つまり、こいつがブラウン管の中身ってわけさ。ブラウン管の中身とは？一体何の話を始めるやら。今この瞬間、バラ庭園には何もない。さっきまでは魔法で塔が生えていたかもしれねえさ。だがそれはブラウン管の中を知るまでだ。魔法バトルはお前の解釈、主張に過ぎない。今この場に何もないのがその証拠だ。俺はさっきの魔女の戦いにこう反論する。今この場に何もないのは何事もなかったことの証明だとな。あのなあ、さすがに第一の晩から大暴れはできぬし、わらわもこのバラ庭園は気に入っているのでな。被害を及ぼさないため結界の中で戦っておったのだ。だから現実には何の影響も与えていないのは当然のことよ。それがお前の主張だな。ああ、それもありだろうな。だが今この瞬間のバラ庭園に何もない。だから魔法などなかったという俺の主張を何ら妨げるものではないんだ。おいおい、そんなめちゃくちゃでわらわの魔法を否定できるのか。魔法がないは証明不能、悪魔の証明であるぞ。今この瞬間のこのバラ庭園が真実だ。覗いた瞬間にブラウン管の中の妖精は蒸発する。そしてここには何の魔法の痕跡もない。だからお前らの魔女の戦いは行われなかった。その顔しても、その力は、もしや。お忘れですか、お嬢様。多層世界収縮術です。無限の魔女の力と対になる有限の魔女の力。無限の魔女にしか悟ることができず、そして無限の魔女にとって最も強力な効果を発揮します。シュレディンガーの猫箱か。 あの老いぼれ魔女め、余計な入れ知恵を。時間をロスった。使用人5人とじい様で6人の死体、状況を確認させてもらうぜ。俺がもたもたしてて時間を無駄にしちまった。ここからはサクサク行くぜ。席に着け、ベアトリーチェ。ようやく第一の番じゃねえか。本番スタートだぜ。ゾンと来やがれ。